第3編1817年のこと年年はルイ18世が幾分ほこらかにいかめしくも彼の治世第22年と称した年であるそれはブリギエル・ド・ソルソン氏が世に孔明であった年であるあらゆる理髪店の店は紙子の流行と王朝式の紙の再流行等を望んで 青く塗られて百合の花で飾られていたそれはごく天真爛漫なる時期であってちょうどランク伯爵が上院議員の服装をし受賞をつけあの長い花をしてカクカクたる行いをした人にふさわしいいかめしい顔つきでサン・ジェルマン・デ・プレ街道の定めの席にレジとして日曜ごとに臨んでいた時である。でランク氏のカクカクたる行いというのは ボルドーの市長をしていて少しく早めに1814年3月12日にその死をアングーレーム公爵に与えてしまったことであるそのために彼は上院議員となったのである1817年に4歳から6歳くらいの子供は皆エスキモー人の帽子に似った耳大いのついた粒皮の大きい帽子をすっぽりと被ることが有効していた フランス軍隊はオーストリア風に白の服を着ていた連隊の陳代といって連隊の番号の代わりにその剣の名前を付けていたナポレオンはセントヘレナの島にいたそしてイギリスは彼にアオらしゃを許さなかったので彼は自分の古い服を裏返しにさして着ていた1817年にペルグリニが歌いビゴティニ城が踊っていた ポティエが名声を得ていた。オドリーはまだ世に出ていなかった。サキー夫人がフォリオゾの後を継いでいた。フランスにはなおプロシア人がいた。ドゥラロー氏が頭角を現していた。プレーニエやカルボンノーやトレロンの手を切り、次に首を切って、正当王位の剣は剣固になっていた。自住庁のタレーランコーと大蔵大臣に就任したルイ氏とは、 互いに顔をを見合ってて交換のような笑みを交わしていた。二人は1790年7月14日に連兵場でフェデラシオンのミサをあげたのであるがタレーランは司教としてミサを唱えルイは補佐としてそれに働いたのだった1817年にその同じ連兵場の側道にはわしとハチとの模様の金箔は剥げ落ちて 青く塗られている大きな木の円筒がいくつも雨に打たれ雑草の中に朽ちているのが見られたそれは2年前には越平式の時の皇帝の席を支えていた円柱であったクロス海洋の近くに宿営していたオーストリア軍の陣営の焚き火のためにところどころ黒くすすけていたその23のものは陣営の中で燃されてしまって オーストリア兵士の大きな手を温めたのであったその閲兵式「5月のの」は6月の連兵場「3月のの」で開かれたので注意を引いた1817年には2つのことが世間に評判だったそれはトゥーケの「ボルテール・本と「シャルトのタバコ入れと」であった新しくパリー人の主張をそば立てたことは マルシェ・オーフルールの池の中に自分の兄弟の首を投げ込んだ道東の罪悪であった海軍省ではあのショーマレーに不名誉,不名誉を与えジェリコーの名を挙げさせた不幸なる二等官メデュース号について調査を始めたセルブ大佐はソリマン総督になるためにエジプトに赴いたアルブ街のテルムの邸宅は桶屋の店になった クルニーの屋敷の八角塔の平屋根の上にはルイ16世の時の海軍の天文学者であるメシエが鑑賞台に使った板囲いの小屋がまだ残って見えていたデューラ公爵夫人は青い空色の首相を張った X 脚の将棋が備えてある自分の化粧室で禁止になったウーリカを34人の友に読んで聞かしていたルーブルの美術館では ナポレオンの頭字 N は全てのものから消されていたオーステルリッツ橋はその名が廃せられてジャルダン・デュ・ロワ橋となっていたそれはオーステルリッツ橋とジャルダン・デ・プラントエンとを同時に隠した二重の隠語であるルイ18世はつま先でホラチウスの書に線を引いて読みながら自ら皇帝となる英雄や 自ら皇帝の後継となる先民などのことを考えつつ2つの心配を持っていたすなわちナポレオンンとマチュランブリの音であったフランスのアカデミーはその検証課題に見学によりて得られる幸福というのを出していたベラール氏は全く堂々たる雄弁であってポール・ルイ・クーリエの騎士を思わせるあの未来のブローの賢治と育ちつつあった。 マルシャンジーと呼ぶエセ・シャトーブリアンがいたと一方にはアルランクールというエセ・マルジャンジーも出かかっていたクレール・ダルブとマル・カデルとの2つの書物は傑作であったそしてコタン夫人は当時の第一流の作家だと言われていた学士委員会はその帳簿からアカデミー会員ナポレオン・ボナパルトの名前を抹殺させていた直令によってアングーレームは 海軍兵学校の所在地となされていた。というのはアングーレーム公爵は偉い海軍提督で従ってアングーレームの町は開校たるのすべての資格を備えていてもしさもなくば王政の大綱は破綻をきたしていたであろうから。内閣会議ではフランコニ局馬団の広告の周りに書かれて町の子供らを集めている綱渡りの芸を表した模様の絵を 許すべきかかどうかが問題となっていた。アグネーズの作者であって頬に一つイボのある四角い顔の好人物たるパエル氏はビル・レベーク街のサスネ公爵夫人の催しにかかる親しい間柄だけの小さな演奏会を指導していた若い娘たちはエドモンジェローの歌詞であるサン・タベルの「因子」を歌っていたカルタのナーン・ジョーヌはミロワールに変えられていた。 ラランブランブのコーヒー店は皇帝派を持って立ちブールボン派を持って立っているバロアコーヒー店と対抗していたシシリーのある王女とまだようにしてルーベルに認められていたベリー公爵とが結婚したばかりだったマダム・ド・スタールが死んですでに1年になっていた新衛兵らはマルス城の舞台を邪魔していた大新聞も皆紙面が小さかった。 形は制限せられていたが、記事の自由は大であった。コンンスティチュシオンネル氏は立憲派であったミネルブ氏は「シャトーブリアンを C」を「CHATEAUBRIANT」と書いていた「シャトーブリアン」には気の毒であるがその「T」を市民は大変おかしがっていた買収せられた市場で説を2つにした記者らは「 1815年に追放を受けた者らを侮辱したいわくダビッドももはや才能を有せずアルノーももはや奇才を有せずカルノーももはや誠実を有せずスールトももはや戦勝をもたらさずナポレオンももはや天下を有しないのは事実であると郵便で追放者非追放者に宛てられた手紙は警察の方で忠実に 途中で抑えるので届くことは極めて稀であるのを誰も知らないではなかった。その事実は何も新しいことではない。追放されたデカルトもそれを嘆いている。ところで、ダビッドが自分に当てられた手紙の届かないことについて、ベルギーの一新聞紙上で不平を言ったが、それは追放せられた者らを当時あざけていた応答の新聞にとっては愉快なことだった。 虐殺者といいもしくは投票者といい敵といいもしくは同盟者といいナポレン・オンといいもしくはボナパルトということは二者の間を深淵よりもなお甚だしく隔てることだった。よくものの分かった人々は皆「検証の不及なる作者」と称せられたルイ18世によって革命時代は永久に閉じられてしまったと認めていた。ホンヌーフの土手には、 四世の銅像がやがて据えられることになっている台の上に「レディ・ビブス」みえれるという語が彫られていたピエー氏は王政を強固にせんがための集会をテレーズ街四番地に建てていたウトウの領主らは重大な問題の旅ごとに行った馬公に活気を送らなければならないカニュエル・オマオニー・ド・シャブドレーヌの三氏は 多少王帝の許しを得て後に海辺の陰謀となったところの者の目を作っていたエパングル・ノワール・一派もまたその方で陰謀を巡らしていたドラベル・ドリーはトロゴフと接するに至ったある程度の自由主義の精神を持っているドカーズ氏が勢力を有していたシャトーブリアンはひらつきズボンをつけ上靴を履き その半白の紙にマドラス折りの棒をかぶり鏡を見つめ歯科医の道具のそろったカバンを前に置き傷んでいる歯を自ら治療しながら検証による王政の手術の違本の際を秘書のピロル樹ュ氏に書き取らせつつサンドミニク街27番地の自分の家の窓際に毎朝立っていた主な批評はタルマよりもラフォンを褒めていた。 ド・フェレズ氏は A と署名しホフマン氏は Z と署名していたシャール・ノディエはテレーズ・オーベルを書いていた離婚は廃せられていた理性は皆コレージュと呼ばれていたコレージュ高等中学校の生徒らは襟に金の百合の花をつけローマの王かっこ役者中ナポレオン1世のこの称号の問題について互いに論争していた。 宮廷の観察官は非殿下にどこにも出ているオルレアン公の肖像のことを告げていたその像は軽騎兵司令官の制服を着けたもので隆騎兵司令官の制服を着けたベリー皇よりも立派であったそれは大なる不都合だったパリー氏は死の金で廃兵員の丸屋根の金を塗り直していた真面目な人たちはカクカクの場合には ド・トラン・クラーグ氏はどういうふうになすだろうかと考えていたクローゼル・ド・モンタル氏は種々の点でクローゼル・ド・クーセルグ氏と離反したド・サラベリー氏は不平を抱いていたモリエールさえ入ることができなかったアカデミーの一員である喜劇作者ピカールはオデオン座で二人のフィリベールを上演させていた 銅座のハフからは「序紅座」の文字が抜き取られていたがその跡がまだ残って見えていたキュネード・モンタルロに対して賛否の論がされていたパブビエは乱を好むのとでありパブーは革命家であったペリシエ社はフランスアカデミー会員たるボルテール州という題でボルテールのものの出版をしたその無邪気な出版屋は「それは売れますよ」と言っていた 一般の意見によればシャール・ロアゾン氏は本世紀を通じての天才だということであったが羨む人々は彼を誹謗し始めていたそれも光栄の一つの兆しであるそして彼について次のような句ができていたいかにロアゾン飛ぶとても足あることを人は知る数期間フェイシュが辞職することを拒んだのでアマジーの大司教ドパン氏は イオンの管轄庫をすべていた。ダップ渓谷の葬儀が後に将軍となったデュフォール隊員の隊員の覚書によってスイスとフランスとの間に始まっていた世にまだ知られなかったサン・シモンはその壮大な無双を築きかけていた「アカデミー・デ・シアンス」には有名であるがしかし後世忘れられてしまうようなあるフーリエがいた。 そしてどこかの老奥のうちにも、まだ世に知られないが将来忘れられることのないあるフーリエがいた。バイロン教が世に現れ始めていた。ミルボアのある詩の中には、次のような言葉で彼をフランスに紹介していた。あるバイロン教とかいうもの、ダビッドダンジェは熱心に大理石をいじくっていた。カロン氏は、 フィアンティーヌの袋町の進学校生徒の小さな集会で後にラムネーとなったが当時まだ世に知られていなかった一牧師フェリシテ・ロベールのことを非常に称賛して話した泳いでる犬のような音を出してセーヌ川上に煙を吐きうごめいている一つのものがチュイルリー宮殿の僧家をロワイ,イヤル橋からルイ十五世橋まで往来していた。 それはつまらない一つの機械であり一種のおもちゃであり妄想発明家の無双であり一つの空想であったすなわち蒸気船であったパリ人は無関心の態度でそのバカなものを眺めた断行と規定と多数の任命とによって学士委員会を改革した人であり多くのアカデミー会員を推挙した有名な人であるボーブラン氏は それらのことをした後に、自らはアカデミー会員ととななることができないできいいた。サンジェルマン郊外とマルサン村とはその警察庁にドラボ押を望んでいたそれは彼の熟成のためであったデュビュー・イトランとレカミエとはイエス・キリストの神聖について医学校の階段教室で互いに論争して殴り合うほどだった。 一方の目で創世紀を見他方の目で自然を見ているキュビエは化石を創世紀の原文と比べてみたり造な動物をしてモーゼのことを褒めさせた,たりしながら盲信的反動に媚びを呈していたパルマンティエの記録の褒むべき研究家たるフランソワド・ヌ・シャート氏はポンム・ド・テールバレーショをパルマンティエールと一般に言わせようとして 大層な努力をしていたがそれに成功しなかったグレゴワール氏は元司教であり元民藝議会員であり元元元老院議員であったが応答の論戦においてここに我々が使った「の状態に陥る」という言い方はロアイエ・コラール氏によって信仰法として指摘せられていた。 家名橋の第三の強固の下にはブリューヘルが橋を爆発させんためにうがった爆薬庫を2年前に塞いだ新しい石をその白さでなお見分けることができていた法廷は一人の男を知らすに引き立てたその男はアルトワ伯爵がノートルダーム寺院に入ってゆくのを見て声高く言ったのである。 ああ、ボナパルトとタルマトが互いに腕を組んで伝兵場に入っていくのを見られた時代が懐かしいそれは挑発的な言葉であったで六ヶ月牢に入った反逆人らはボタンを外して何も隠さなかった戦いの前日敵に通じた者らは受けた報酬を少しも隠さないで卑しい財宝と異界とに包まれて 白日のもとをはばかり気もなくのさばり歩いていたリニーやカトル・ブラの脱走兵らはその卑劣の報酬を受けて王に対する彼らの忠誠を臆面もなくすっかり見せかけていた彼らは皆イギリスの共同便所の内側の壁に書かれていることを忘れているのであった出る前に服装を整えられたし以上雑多なことは 今日はもう忘れられているが1817年から雑伝と浮き出してくるところのものである歴史はこれらの特殊な事柄をほとんどことごとく観客しているそしてそれも余儀ないことである歴史は無限になるだろうからけれどもこれらの詳細はそれをサジと言い去るのは誤りであって人生のうちにサジはなく植物のうちにさまつなる葉はない それはみな有用なことである。時代の変貌が形づくられるのはその年々の姿によってであるさてこの1817年に4人の若いパリっ子が面白い狂言を仕組んだ 2. 二重の四部合奏それらの4人のパリっ子のうち1人はツールーズのもので次はリモージュのもので第3はカオールのもので 第ののものであった。けれども彼らは皆学生であった学生というのはパリー子というのと同じでパリで学問をすることはパリで生まれるのと同じであるそれらの4人の青年らは何ら取り立てて言うべきほどの点を持たず至ってありふれた人物だったどこにでもある方だった良くもなくまた悪くもなく学問があるでもなく また無知でもなく、天才でもなければまた愚かでも愚か者でもなかったが、二十歳という楽しい青春の花盛りだった。それはある四人のオスカール、かっこ役者中、北欧神話オシアン中の勇士であった。というのは、この時代にはまだアーサー、かっこ役者中、イギリスの物語中の騎士、式の人物はいなかったのだから、 物語は言う、彼のためにアラビアの香料を炊け「オスカール来るオスカール」世はまさに彼を見む。人々はちょうどオシア物語から出てきたところで天画といえば皆スカンディナビア風かカレドニア風かであった純粋のイギリス風はずっと後にしか流行らなかったそしてアーサー式の第一者たるウェリントンは まだようやくワーーテルローで勝利を得たたばかりの時だったでその4人のオスカールのうちトゥールーズのはフェリックス・トロミエスといいカオールのはリストリエリモージュのはファムイユ終わりのモントーバンのはブラシュベルと言ったもちろんお々の自分の女を持っていたブラシュベルはイギリスに行っていたことがあるので ファボリットと英語風に呼ばれている女を愛していたディストリエは花の名をあだ名としているダーリアという女を昭愛していたファムイユはジョゼフィーヌを続めてゼフィーヌと呼ぶ女をこの上ないものと思い込んでいたトロミエスは美しい金髪のためにブランドと呼ばれるファンティーヌという女を持っていたファボリットダーリアゼフィーヌファンティーヌ その4人は香水の匂いを散ららしたきらびやかな娘盛りだった。針の臭みから抜けきらないで多少徐行風のところもありまた常時に濁らされてもいたがしかしその顔にはなお労働のおおらかな影が残っておりその心の中には最初の堕落にもなお女のうちに残る誠実の花をとどめていた。 4人のうちの1人は一番年下なので若い子と呼ばれていい、そのうちの1人は豊島と呼ばれていた。その豊島は23になっていた。打ち明けて言えば、初めの3人は最初の楽しみにあるブロンドのファンテイヌよりは経験も多く積み、一層褒賞で呼ばれていた。ダーリアとゼフィーヌ分けてもファボリットはファンテイヌと同日には論じられなかった。 彼女らの物語はようやく始まったばかりなのにもうすでにいくつものエピソードがあったそして相手の男の名もその第一章にアドルフというかと思えば第二章にはアルフォンズとなり第三章にはギュスターブとなっていたヒンクと共演とはいけない相談役である一つは不平を言い他はこびるそして仮装の美しい娘らはそれを二つながら持っていて 両方かから耳に低くささやかれる。守りの弱い彼女らの魂はそれに耳を傾けるそこから彼女らは堕落して人に石を投げられるに至るそして彼女らはもはや己の至り及ばぬ清らかなるものの輝きで圧倒せられるああもしユングフラウかっこ役者中物語の清き少女にして飢えていたとせんには。 ファブリオットはイギリスにいたことがあるというのでゼフィーヌとダーリアとから尊敬されていた彼女はごく早くから自分の家というのを一つ持っていた父は乱暴でホラフキの数学教師であって結婚したことがなく老年にもかかわらず家庭教師に出歩いていたこの数学の教師はまだ若い時に暖炉の灰よけにかかっていた女中の着物をある日見て そそののためにに女を思うようよなったファボリットはその間に生まれたのである彼女は時々自分の父に出会ったが父は彼女に丁寧な態度をとったある朝信仰深そうな年寄った女が彼女の家に入ってきて彼女に言った「あんたは私が分かりませんかわかりません私はあんたの母親だよ」。そそれからその老婦人は、 戸棚を開けて飲み食いし、自分の布団を持ち込みそこに腰を据えてしまったその口やかましい信仰深い母親は決してファボリットには口もきかず一言も言わないで数時間じっと座っていて朝と昼と晩,と晩と三度の食事を驚くほどたくさん食い込みそして門番のところへ話に降りて行きそこで娘のことをわっこうするのを常とした。 ダーリアがリストリエの方へなびきまたおそらく他の主々な男の方へなびき怠けてしまったのはあまり美しすぎるバラ色の爪を持っていたからであるどうしてその美しい爪で働かれよう定説を守らんと欲する者は己の手を憐れんではならないゼフィーヌの方は「そうよあんた」という言葉付きにちょいと無遠慮な愛くるしいところがあったので ファムイユのの心を得たた。であったその若い男たちは仲間同士でありその若い女たちも友達同士であったかかる恋愛はいつもかかる遊戯と一緒になるものである賢いのと分別があるのとは別であるその証拠にはその貧しい乱れた生活をば侵赦してやるとすればファボリットとゼフィーヌとダーリアとは分別のある女であった。 そしてファンティーヌは賢い女であった。賢い、そしてトロミエスを思うと人は反問するだろうが愛は知恵の一部なりとソロモンは答えるであろう個人はただこういうにとどめておこうすなわちファンティーヌの愛は最初の愛であり唯一の愛でありまことある愛であったと4人の女のうちで ただ一人の男からだけ「お前」と呼ばれていたのは彼女だけだったファンティーヌはいわば民衆の奥底から花を開き出したとも言えるようなものの一人であった社会の測るべからざる濃い闇の底から出てきたので彼女は額に無名および不明の印を押されていた彼女はモントルユ・シュール・メールで生まれたどういう親からか 誰がそれを言い得よう。彼女の父も母も少しもわからなかった彼女はファンティーヌという名だったなぜファンティーヌというか他の名前がわからなかったからである彼女の出生はまだ節制内閣のある自分だった彼女には姓もなかった家族がなかったから洗礼名もなかったその地にはもう教会がなかったから まだ小さい時に通りをはだして歩いていると通りがかりの人がいい名だと言ってつけてくれた名をもらった雨の降る時に雲から落ちてくる水の滴りを額に受けるように彼女はその名前をもらったそして小さなファンティーヌと呼ばれた誰も彼女のことをそれ以上に知っている者はいなかったこの一個の人間はそのようにして人のようにやってきたのである 10歳の時にファンティーヌはその町を去って近くの農家に雇われていった15の時に金儲けにパリに出てきたファンティーヌはきれいであったそしてできるだけ長く純血を守っていた美しい歯をした可愛らしい金髪の娘だった彼女は結婚財産として小金と真珠と思っていたのである しかし小金というのは頭の上にあり真珠というのは口の中にあるのだった彼女は生活のために働いたそれからやはり生活のためにというのは心もまた飢えるものだから彼女は愛した彼女はトロミエスを愛した男の方には情欲があり女の方には熱情があった学生や 浮気女皇らがありのように群がっているカリティエ・ラタンの小道が2人の夢の始まりの場所だったファンティーヌは多くのジョージが結ばれ解けるあのパンテオンの丘の迷路で長い間トロミエスを避けながらしかもいつもまた彼に出会うようにした探すのに似た隠れ方があるものである要するにボッカの恋が起こったのである ブラシュベルとリストリエとファミンユとは一種の塔を成していてトロミエスはその狩猟であった記載の効いているのは彼だったのであるトロミエスは年取った古書生だった金持ちで年に4,000フランの収入があった年に4,000フランといえばサント・ジュヌヴィエーブの山各個役者中パンテオンの丘では素敵な評判のものだった トロミエスは30歳の道楽者で体は衰えていたシワがより歯が抜けていた頭がそろそろハげかかっていたが彼は平気で自ら言っていた30にしてハげ四十にして腰が立たず消化が悪く一方の目には涙がにじんでいたけれども若さがなくなるに従ってますます元気になった歯のないところはしゃれで補い 剥げたところは快活さで健康の悪いのは皮肉で補ったそして涙の滲んでいる目は絶えず笑っていた体は崩れていたがなお花を咲かしていた彼の青春は年よりも早く逃げ出しながらうまく退却の太鼓を鳴らし笑い崩れていて人の目には活気しか入らなかったフォード・ビルザに作品を送って拒絶されたこともあった 時々は何か歌をも作った。その上彼は何事にも頭から疑惑を抱いていたが弱い者らの目にはそれが強大な力に見えたそれで皮肉であり頭ははげていたが皆の上に立っていた「アイロンというのは英語で鉄の意味であるそこからアイロンに皮肉の碁は来たのであろうか」。ある日、トロミエスは、 他の3人の者のを脇に呼んで信託でも授けるような身振りで彼らに言った「もう1年前からファンティーヌとダーリアとゼフィーヌとファボリットは何かびっくりするようなことをしてくれと言っている我々はそれをまた立派に約束している女どもはいつもそのことを言っているしことに僕には甚だしいちょうどナポリの年寄った女たちが1月の守り神に向かって叫びようだ」 黄色な顔の神様、奇跡を施してくださいませ我々の美人たちは絶えず僕に言う「トロミエスいつびっくりするようなことをしでかすの?」同時にまた親父どもからはうるさい手紙が来る両方からくりごとだ「僕はもう時期がやってきたように思う」「一緒に相談しよう」そこでトロミエスは声を低くして何やら秘密にささやいた。 よほど面白いことだったと見えて同時に4人の口から大きな缶に耐えたような霊笑が燃えた漏れたそしてブラッシュビルは叫んだそいつはうまい考えだタバコの煙の立ち込めたあるエスタミネが前にあった彼らはそこへ入っていったその後の彼らの相談は物陰に消えてしまった人に知られぬその相談の結果は 四人の青年が四人の若い女を招いて次の日曜に催した右頂点な有頂天な遊楽となった。